ていうのはですね、ちゃんと数拍あるんですけど、その時の体重の乗り方っていうところに注目してほしいですね。まず息を皆さん吐いてもらっていいですか。はぁと、そう、吐くでしょ。で、お腹が広がってる状態を作ってください。こうやってはぁ、お腹がもうね、魔人ブーみたいなお腹広がります。で、息を吸ってください。この状態で息を吸うと呼吸によって体重が下がるんです。この状態は。で、逆にお腹がはぁーって吸った時にで、へこんで胸に入れちゃうと上に上がっちゃう。こういう息の吸い方してるんです。つまりこれはちょっとね、座禅の呼吸法って言われるやつなんですよ。座禅って呼吸する時ってずっとお腹開きっぱなしで呼吸するんですよ。この辺りが動かないんですよ。禅のお坊さんってね、こうやってやってる。で、この辺りを動かさないと、お腹だけで息吐いて、息吸って、息を吸って、体重を落として、息を吐いて、体重を落として、ずっと、ね、下に下がるんですよ。なので、内起こしも実は、腕が上に上がりながら体を下に落とすために吸いながら上げるとちょうどいいんですよ。でも一般的な呼吸の理論を入れると、息を吸ったら胸が広がって、息を吐いたら胸が縮むから、息を吐いた方が体は下に沈むんじゃないかと思うんですけど、実はそうじゃないです。そういうことじゃないのと、あとは梅路健鸞先生がね、このお話ししてるのが、意識してこうやって下げるんじゃないよと。弓と体を明確に分離しちゃダメだよと。あくまで一体化してるんだけども、感覚としては体重が下に降りて、手がどこまでも上に上がってる感覚、つまり、リラックスして、その無理やり上げようじゃなくて、自然に上がっていくように打ち起こしてくださいって言ってます。その方法として2つあって、1つ目が、この頸椎が伸びてると、前から上に上げてる感覚っていうのが少なくなる。で、2つ目、呼吸を使うとまた腕で上げるという意識がなくなります。自然に上がっていく。次は、この呼吸を、お腹広げて魔人ブーになってもらうんですね。魔人ブーの状態で息すると胸をしっかりとってお腹に入ります。で、ここに広がります。で、これがここじゃなくてここに来ると腕上が上がっちゃう。で、ここをこのままにして、で、ここを広げて、これが体が下に沈んで腕が上に上がる感覚を得られる。そうすると肩がすごいリラックスした状態でいけるんですよ。これをね、呼吸と姿勢を頭に入れて